それからですね、時間がだいぶ迫ってきてるんですけれども、いろいろご質問いただいてますが、一応ですね、今回、最年少三師匠ということでございますので、その中でですね、ご質問として、若者の行政参加っていう中でですね、出席者の方々から、若い人もいるけれども、それでもやはり若い人がまだまだ少ないのではないか、若い人たちが行政参加するためのアプローチや情報発信、どういうふうに考えているんだ、もしくは若者の政治関心についてどう考えていらっしゃるのか、そういうようなご質問をいただいています。これは若者という区切りでも一つ、いろんなお話があると思いますし、一方で若者に限らずですね、この政治への参加、もしくは街づくりや税の配分に対してですね、決して、若者だけじゃない全ての世代においてまだまだ意識がですね、みんな一緒になってないところがあると思います。そういう意味で、そういう方々は若者も含めて市民の皆さん方に行政に参加していただくために、どういうような取り組みだったり情報発信、アピール、アプローチを、していくべきかしていっているか、そういったことについてお話をいただければと思います。じゃあ今回、越市長からお願いできます。これは非常に難しいという答えで非常に難しいと思っています。正直ですね、私今日ここに参りまして、会場の皆さんが非常に若いなということで驚いています。大津市でも私は選挙1月だったものですから、選挙活動した時にもこれほど若い皆さんが来ていただくことがなかったです。ですので私は自分と同じ世代の人がもっともっと政治に関心を持ってほしいな、選挙の時には投票してほしいなと思って、選挙活動をしていたわけですけれども、それでもこれぐらい若い人に、実際に会場に足を運んでいただくということは非常に難しかったです。ですね、むしろ熊谷市長にお伺いをしたいというところはあります。で、今ですね、大津市として、私自身としてですね、若者に、関心を持ってもらうということは、一つは若者というか私の世代ですね、に、優しい政策を取っていくということは一つあります。というのは、私の世代というのはまさにこれからですね、子育てをし、そして自分の親の面倒を見ていかなければいけない。その世代がしっかりしていかないと、社会全体の基盤が崩れていってしまう。ですので、その世代に対して子育ての支援だったり、また介護の支援だったりしていく。そういったことは非常に重要です。ですので、そういった、若い世代に魅力的な政策を取っていくことが一つ重要だと思っています。そして、私自身はですね、少しずつではありますけれども、その市民と の, 対話というのを始めています。なかなか大津市でも30万人ぐらいいると、鈴木市長がやってるみたいに応じに行くということが今できてないんですけれども、私は子育てにテーマを絞って、自分と同じような世代の方の話を聞くようにしています。そういった少しずつですけれども、実際に行って話を聞くと、ということで若い世代の関心をもっともっと引きつけていければと思っています。ありがとうございます。これはお互いにいろんな工夫をしながら、いい点はまさに長文献ですから真似させていただきたいというふうに思っています。それでは夕張の鈴木市長の方もいかがでしょうか。いや、若い人が決して関心がないわけじゃないと思うんですね。関心はあるんだと思うんですね。ただ行政サービス、特に国政とかですね、そういう単位になると、テレビだとかいろんなことでですね、関心を持ちながらこう諦めていくというかですね関心はあるんだけども諦めの境地に差し掛かっているのかなというふうに思ってますけども、行政サービス、特に身近なこういう基礎自治体においてはですね、私は毎回行政サービスは空気みたいな存在だっていうんですね。空気です。あることが当たり前、あることが当たり前なんです。息吸って吐いて、でも実は空気が薄くなってきたらどうなるか、苦しくなるんです。じゃあ空気なくなったらどうなっちゃうっていうことですよね。なかなかそういう状況にならないとわからないんですね。夕張の場合は本当に空気が薄くなってしまいました。ですから、みんな立ち上がった部分があるんですね。例えば夕張の市長選挙の投票率 82% です。 82%、もうね、選挙行かない人いないですけど、なぜかって言ったら関心が高いんです。若い人も高齢者の方も、この町がどうなってしまうか、自分たちのサービスがこう実際にこう激変しちゃったわけですよ、話で。だからものすごく関心が高い。だから空気みたいな存在で、空気が薄くならなければその必要性が感じられないんだけども、誰が見ても空気がしっかりあるうちに議論しなきゃいけないんです。
ね、苦しくなってからやっちゃしょうがない話ですから。だからそういう意味では私たちはその若い方々もそうですけども、まあ私の場合はその、人口1万人の規模ですからね、まあ、小学校だとか中学校だとか高校だとかもそうだし、もうその PTA のとこ行って話したりとかもしてるんですけどね、あの子供たちはもう私のことをね呼び捨てですよ、直道くんっつってちょうどね親ぐらいなんですね私がね、で直道くんっつってね、いや、まあ、師匠って言えってマジでやるんですよ。タイガースはいけないし、タイガースはいけないし、ちゃんと親が何て言ってるのか分かんないですけど、いうような感じなんですけどね。だからそういう本当にあの小さな町ですから、そういう意味ではもっと関心をその 82% っていう思いで政治に参加してくれた、投票してくれた人たちの関心を継続的に、高めていく、今こういう状況になっています、こういう問題点が出てきましたっていうことも含めてですね、あとあの若い首長が増えてるということでよく私も言われるんですよね、若いっていうこと でこれはですね本当にあのデメリットもあるわけですね、当然これ経験が圧倒的に不足してるわけです、経験が、人生経験そのもの。ただあの今持ってるのがですね、まあ、それであのいろいろ取材受けた時も話してるのは、経験が足かせになっちゃうことも最近多いんですよ、ね、例えばあの今までの制度っていうのはもう制度疲労になってきてましたよ。それとも人口増加っていうことを前提としたね、いろんな枠組みを崩壊していこうと、人口減少に突入していくっていう状況の中で、例えば東日本大震災もそうですけども、過去の災害対応こうだったとかね、原発事故もこういうことは起きないだろうとか、経験則が逆に足かせになっちゃって新しい発想が阻害されちゃう部分もあるんですね。で、そういったの圧倒的な経験不足っていうものをですね、だから私あのこれは自分のこと言ったら変な話なんですけど、言うかね、日本で一番高齢者の割合多い市なんです。そこで日本で一番若い市長が生まれるっていうのは、これはおかしい話なんですよ、考えてみれば。私当時29歳ですよ、選挙やった時。29歳のね、しかも私どこの政党からも推薦もいただけませんでしたから、で相手はなんかなんとかチルドで、つって自民党、公明党、みんなの党と農業団体が支援してですね、っていう状況の中でも29歳の男性、無職って言ったらですね、どこの馬の骨かも分からないようなですね、一緒に入れる人はいないっていうことなんですけども、でもやっぱりそれは若い人にかけたいと思った人が多かったということです、結果としてね、そういう既存政党とかじゃなくて、だからそういう意味ではそういう、こう期待に応えるためにも、そういう経験豊富な皆さんのお知恵をいただきつつも、若い世代が皆さんの手となり足となりですね、前例を超えた新しい発想でいろんなことをやっていくというのは、これから高齢化も進んでいくみたいですから、いいんじゃないかなというふうに思っていますね、はい、ありがとうございます。まさに私が最年少で当選した時にですね、私も取材を受けて同じことをやはり答えておりました。本当にですね、行政に入って感じますのは、この国は全て、これは行政だけではないですけど、全てのシステムが人口が増えている右肩で発展することに最適化されたシステムで今までやってきたところがあります。それは逐次見直しをされてますけど、見直しが進んでないところもたくさんあります。それをうまくですね、これからの将来、まあ、絵図面のない世界ですけれども、そこに合わせてですね、やっていくためには、経験則だけじゃない、まあ、若い人、それが若い人が全てではないですけども、そういう人間の知恵というのも逆に必要になってくるのではないかなというふうには、思っております。それからやはり先ほどおっしゃっていただいた通り、住民の皆さん方が、我がこととして感じていただけなければ、これはこれからみたいに進みませんので、住民の皆さん方に我がことだと感じてもらうための、やっぱり情報とプロセスですよね。マネージャーに本来あげるべき情報をちゃんと市民にをマネージャーであるならば出していかなければならないということだと思うんですね。そういうですね、情報提供プロセスの共有化というものをですね、これからやっていく市が、最終的に市民が一番賢くなって、市民が賢いということは最終的に町が一番賢くなるということだと思います。行政だけ賢くてこれ無理ですから、そういうところがおそらくこれからの地方分権、住民自治という時代の、枠組み、目指すべき方向性、夢なのかなというふうに思っております。少し時間がオーバーしてしまいましてですね、大変申し訳ございませんでした。今日はですね、これ私まとめちゃっていいんでしたっけ、いいんですかね、すみません、本当にですね、どうなるかなと思っていたんですけれども、いろんな質問をいただきながらですね、
それぞれお二方の師匠から貴重なお話を頂戴することができました。どうぞですね、これをきっかけに、大津市と夕張市と千葉市の絆も深まってですね、市民が往来するような、そういうですね、きっかけになればなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。